7月20日のお昼に福井県を出発してあてもなく温泉旅に出ました。途中鳥取県の三朝温泉、関金温泉などにより島根県に入り、道の駅ロード銀山で車中泊しました。21日の朝一番6時から営業している私の大好きな湯の津温泉にある千薬湯湯の津温泉元湯に入りに来ました。ごゆっくりご覧ください。石見銀山の一角にあり、当時は積み出し港としてにぎわった湯の津温泉を冠する名が温泉地としての歴史を示しています。豊富に湧き出す湯は銀山の甲府や箱菱を癒してきました。けど明治、大正、昭和とそれぞれの時代の建物が立ち並び、今も人々の暮らしが息づく町は時間を閉じ込めた博物館のようです。町並み保存地区に指定された温泉街は全国で唯一、町の風情と歴史を感じ心身に滋養を蓄えられる温泉楽園なんです。千薬湯湯の津温泉元湯。1400年前より絶えることなく自噴自然湧出している千薬湯湯の津温泉元湯。薬湯のあふれる本物の自然湧出の温泉、源泉よりわずか1メートル、浴槽に注がれる新鮮な湯です。ごゆっくりご覧ください。浴室のすぐ裏手から自然に湧き出す温度は48度強、塩分も豊富に含んでいるため、とても温まる温泉です。また、カルシウムイオンや硫酸イオン、炭酸水素イオンも豊富に含んでいるため、様々な効果効能が期待できます。そして、48度を超える温泉にもかかわらず、二酸化炭素炭酸を 500kg も含む希少な温泉です。暑い夏に熱湯にらいる湯上がりは汗だくですが気持ちいい温泉です。湯上がりは湯の津のレトロな街並みをぶらり散歩。人気の薬師湯、朝8時から営業なので先を急いでいたので入りませんでしたが、湯の花が堆積した浴槽は素晴らしいです。
中国地方屈指の秘湯とレトロな街並みが残る湯の津温泉に来ませんか。最後までご視聴ありがとうございました。